頑張ってもらってないと。そうなんですよね、14年前で、はい。あのお腹の中やな。でも一応もう予定、うん、もう結構膨らんでるよ、生まれる2ヶ月前とか。まあ、マジお腹の中からこんにちは、もう2ヶ月前。リップクリームを探してます。あったあった。あみちゃんお腹の中やめてたのかな。どうなんやろ、あんま聞かへんな。でその文章を写真を撮って X で投稿だから、ちょっとあのスケッチブック使う。よし、え、気合の入る一言ですよね。ある気合、うーん、お腹の中にいるだけの子に気合を、気、うーん、気、むずいな。なんやろ、お腹の中におる自分に気合の一言やろ。どうもです。ごめんなさい。今回使うのはちょっとカラ、あの黒にさせていただいて、させていただいて、今回は黒を使わせていただきます。お腹の中におる自分に一言、気合、過去気合の入る。むずいな。おっと。もうちょっと中で頑張る。せん。もうちょっと中で頑張れ。気合っていうのがむずいよな。なんかさ、生まれてくる直前でもないわけやんか。はい。なんか、お疲れんぼう。お母さんのお腹蹴りすぎないこと。それはそう。元気に生まれるんやれ。未
ガーボールは親譲りだから死ぬむずいな。あと2ヶ月お腹の中で頑張れ。そうで、しかもまだこの時まだ14年前の9月やから NNB もできてないわけですよ。まだお前やったら飛行機外でかい声で泣くんだよ。お前外が明るくなったらおぎゃーって泣くんやでってもあらかじめ言っとかないと。最悪一言はもうママや。自分なんよな今回。むずいな。あやみは生まれる2ヶ月前、あみは生まれて2ヶ月後。どっちもどっちでむずい。耳壊れるよ。さあもう生まれた時から言葉を使えるようにお腹の中から言葉を教えておくのはあり。過ちは今のうちでしょ。過ちまだないな。誕生のラップ死ぬ天才すぎ。そうだよな。そうあや14年前の今日って、今日じゃない9月ってまだ過ちがないのよ。で NNB もまだないのよ。うーんむずいね。外が明るくなったらまれた時に お医者さんに儲かりまっかって死ぬ。これ早く風の練習しら。お腹の中でくるくる回っといたらいける。猫派だよ。14年前のお披露目の日は瞬間は雨でしたね。雨女が、雨女のメンバーが多かったのか、あきら先生もその時いたのか。何ぐらい終わったらね、晩ご飯時間があればやけど晩ご飯作ろうかなと思って。生まれてきた時用に生まれて、うん、14年前の今頃まだ何思ってたの。
もうすぐ生まれる、痛い。生まれる2ヶ月前ってどんな感じなんですか？誰か知ってる方いませんか？正直恋愛くなれよくらいしか欲しいなしさ。大きく大きく星野ちゃん安定期、安定期なんかな2ヶ月前って。記憶にございません。誰かママに聞くしかないけど、おらん。知り合いの妊婦さんは1ヶ月ぐらい前1ヶ月ぐらい前までは普通に与えてたよ。あ、そうなんや。あ、じゃあ安定期なんかな。なんか気合いの入るがむずいよな。何？どう、お腹の中の赤ちゃんの気合ってなんなんやろ。14年後のためにもうダンスやらせとく。ちょっとカスカス。君の未来は彩り豊かで美しい身をつけようぜ。ママのアイドルになる夢を背負って生まれてくることを運命とってね。ちょっと赤ちゃんには熱すぎる。圧がちょっと、ね、そう外の音。 それでさ、まあ、記憶ある人とかいるよね。たまにお腹を中にいる時からの何かお腹の中にいる時からの記憶がまだある、もなんか残ってる人みたいな感じ。その記憶のあ、ん？お腹の中のいる時からの記憶とか、めっちゃ子供の時、あ、もう生まれたての時の記憶ある子とか。不粉症は入れんだから今のうちに抵抗つけておいてね。じゃあみやもう赤ちゃんの時は抵抗ちゃんと免疫、花粉の免疫がなかったんですね。今はもう
鼻水がやばいです。白川さんがシュンと見えるように見えるようにんしてるように見えてきちょっと気下元が下向いてんねんな。なんかそう見て、でもあれ頭が大きいからやと思う。こうしてこうして、あ元戻った。アレルギー耐性つけとかないといけんですね。やっぱどうせは死んでも俺いや、呼びかけるとお腹蹴るっていうね。ね言うよね。それはそう。あ、けんちゃん、ヒョウ柄クマさんありがとうございます。ちょっとかすってるけどどうか、ちょっとかすれてるね。まあまあまあでも写真やからいけます。投稿今回は X に 写真の撮って投稿らしいです。動画じゃなくて。はい、ちなみにアメちゃん名前の候補何やった、何やったっけ、何やったっけな。ママに聞いてみよう。よし、ママがあゆみちゃん、ママがあゆみちゃんのがこういたから NB に申し訳ないと、ほんまほんま、そうあやみおるしいいやってなったらしいで、お披露目してママが普通にオタクになったっていう。欲しいなってる、ないないわ、あやみ。あみちゃんとコンビを組む運命なんだよ。ほんまにそうやと思う。なんか猫がさ、暴れてるんだけど。晩ご飯の材料をママが買ってきてくれてるっぽいんだけど、ママが帰ってこないから晩ご飯を作れないっていう。ドタンバタン助かる助かるんや。10期生と話したことはありますあります。まあやはり今リハ機会やしね。そリハ前のコンサートのリハの時に結構あれより伸びたね、あやみちゃんめっちゃ伸びた。なんか伸びてるくない？これなんかちょっと今カーブにはなってるけど、目にかかるぐらいにはなってる。ジャバスを買って笹を勝つまでファンスイえ、ちゃんとココアですか。ジャバスのココアじゃないと
やりたくない、ならないね、直接かかってはないから。まつげがちゃんと働いてる。かわいい、かわいい、買ったっちゃ、買っちゃ、買ったっちゃって、買っちゃったって。へカフェオレ、カフェオレとかもあるんね。ママはザバスのココアばっか飲んでるから、あんま他のやつ見たこと。何をしてるんだい。多分ゴマと豆がなんかおもちゃ見つけたんやろな。バナナ味もあるザマス。ザマス好きじゃん。バナナとか。お腹空いてきた。私も夕飯作らなきゃ。いいね。この時間はお腹空くよね。今日お昼結構食べたからな。そうなんですよ、お昼を結構食べたんですよ。からまだまだお腹は持ちそうではある。10期生配信で星集めしたらハリーポッターメガネさんがお誕生日お会いされて笑っちゃった。笑っちゃったの、なんで。おめでとうございますだね。んで、バンチョビン、バンチョビン、例えば最近さ、なんかめちゃくちゃ豆がちゃう、豆ちゃう、ゴマや、ゴマがさめちゃくちゃ出れきなんですね。本当にあやみが座ってたらすぐ足の上とか乗ってくるし、ベッド寝て寝転んでたらすぐ体の上乗ってくるの。もう可愛いんだけど、ただ可愛いのはいいんだけどな、たまにめっつめた出てくんねんゴマさん。なんか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 加えてるんですけど、何加えてんの。早めに見られて、どっちとなんかさ、そうたまにね、まごまちゃんってデレッキーな時あるんですよ結構。でもその頻度が最近めちゃくちゃ多くなってきて、気温も下がって日肌が恋しいなるほど、アミは猫肌を感じれて嬉しいですよ。もうごまちゃんあったかいからね、寝る時とかあったかく寝れてます。爪は厚んです。爪爪結構伸びてるけどね、ごまちゃんってなかなか切らせてくれへんのよ爪を。
なんかマジでずっと謎なものと戦ってる。一応猫ちゃんもおいでって言ったら来ないのに呼ばないと近寄ってくる。あれあれよね猫。あみすちして、え、そう、ごまちゃんはめっちゃあやみに懐いて、あ懐いてる。おかえり。ただいま。高いというか今の時期やと思った。まあ暑い時もある。ただいま。おかえり。そう、さっきも配信前までずっとね、あゆみの上乗ってて、上っていうか椅子、ん、今ここに座ってるじゃないですか。ずっとだから、その座る前、ここを来る前まではヨギボンとこにいたんですね。でずっとゴマちゃん上乗ってて、ずっと移動できんくて、だからでもなんか可愛いからさ、どけたくないの。それでちょっと大変やと。なんか、え、それはそう。あっち行こうかな、暑いし。こっち、よいしょ、一旦カメラが隠れますよ。曇った、大変だ大変だ。テーマは14年前の自分に気合の入る一言。何したの？何だっけ？あ、14年後のために今のうちからダンス練習し、あ、ダンスやっと気合にした。生まれてないのに？そう。お腹お腹で。じゃあお腹の中でってつけた方がいいんじゃない？お腹、あ、入れたわ。え、14年後のためにお腹の中におるうちから、お腹の中におるうちからって言った、書いたわ。うん。入れてたな、入れてた。あやみちゃんと。え、ご飯作るんじゃないん？ご飯作り配信をするって聞いてるんだけど。やろうかなとは思ってる。材料の方、何だと思いますか皆さん、今日の晩ご飯は。なんかさ、お昼食べ過ぎてさ、まだお腹が、ママ空いてんねん。
給食坊の給食が休んでる仕事。別に今作ってあなたが今食べへんかったらいいだけじゃない。あ、ママのために作るってことね。いや、二人のみんなのために作るけど、うん、別に今食べなかったらいいだけじゃない。お腹空いてないから。じゃあ作ろう。豆麦おやつ。あ、なんかいいのもらってる。痛い痛い。豆豆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 にあげたのに。奪われた。豆ちゃん。あ、えらい、ちゃんと加えてどっか行った。荒らされちゃうね。何、ハンバーグ、うん、じゃあ一緒に作ろう。一緒に作らへんやん。映るから、うん、じゃああやみさ、あの丸めたいねん。丸めるとこからやりたいってこと。そう、あれ丸めたいねん。そこまでやれと。やってほしいと。中古や。へへ。ちゃんの名前の候補はありましたか？他に。何やったっけ？瑞希ちゃん。ああ。どんな感じ？王って書いて山って書いて。うん。あ、これか。に希望の木かな。あ、希望の木は普通の希望の木か。今テロップに書いた。これ違う？キーが違う？キーが違う。キー、あ、キーでもそれでもいいけど、うん、もう一つ普通の希望のキーでもいい。ああ、これか。これらしい。瑞希ちゃんってつけたかったけど、やめた。やめたらしい。あ、何だったかな。あみずきやったの結構最終候補。あみず、あみみ、あみみず。でもあやみがもしみずきやったらあれちゃう。あみみ、あみずきになるんかな。あみずきになった。あみずきになってたわ。配信スペースみずき。みずきはどういう名前の由来？え、かわいいから。かわいいからやばい。みーがつく名前に憧れとって。あ、みずき、あやみ、みずき、みーってかわいいやん。かわいいね。みーってなんか女の子らしくてかわいくて憧れてたから、うん、みーがつく名前でかわいかったのがその2つ、うん、なるほど。あやみはちゃんと意味があったけど、みずきは意味ない。可愛いから。可愛いか。あ、前みかん屋さんも可愛いってことやじゃん。可愛いよ。名前みかんっていい名前。みかん屋って言った。あ、みかん屋さん。みかん屋さん、みかん屋さんも可愛いな。うん、あ、みとちゃんも可愛いってこと。みとちゃんも可愛い。みとも可愛いね。あ、みものも可愛いね。みものさんも可愛いな。そうなんと。僕も可愛いのか。じゃあみずきさん、みゆきさんとかみずきさんもんね、うん、え、みゆさんは可愛い。みゆって可愛いよな。みゆ可愛い。
なんかニーと言うって丸っこいね。そうね、丸っこいひらがなが使いたかったね。しかあやみ全部丸い。そうね。で水木はなんか、うん、天然派いるからやめた。ああでも丸っこいな、どちらか。スーも丸いし、え水木のス、水木の図ってスーやんな。うん。そのなんか水木の図がスーのみ、うん、水木ちゃん。も悩んでたな。美しい月に美月じゃん。美しい美月ね。めっちゃ玉ねぎの匂いする。玉ねぎ切ってますもん。痛くない。冷蔵庫に入れてすぐの玉ねぎは痛くないね。あ、そうなんや。あやみ予定、予定日10月やんな、確か。10月ハロウィンやったっけ。30、31、どっちか、どっちか。まあとりあえずハロウィンやった、予定日は。あ、野良九郎さん、何やったっけ、何柄、あ、ヒョウ柄クマ、ありがとうございます。たまに出こうへんくなる。いや待って、ほら赤い水星のペンミさんになってるねんけど。かわいい、ミーついてる。かわいい。赤いは、赤いはやめたくないのね。その赤を変えるなら色を変えると思ってたんけど。よし、これで俺もかわいい。かわいい。緑とか黄緑とかいろいろあるやん。油汚れがついた手にお砂糖をのせてこすり合わせたらすっきりきれいになりますよ。へえ、豆知識や。どっちか、あ、そう、どっちか。とりあえず10月末でしたね。それが11月の最初の方やった。え、ミリアもかわいい。ミリア、ミリアかわいい、ミリアかわいい。ひらがななのかわいい。じゃ、ひらがなかもかわいい。わかる。あ、かん、ひらがなってか漢字じゃないのもかわいいな。見てかわいいねんな。みけんちゃんや、みけんちゃん、みけんちゃん、みけんちゃん、みけん、ここや。あ、ミオンもかわいいな。ミオンさんかわいいの。ミオン、ミオンさん、ミオンかわいいな。ミオン、ココナもかわいいな。ごめん、あ、ミオン、あや、あや、彩るのじゃ絶対入れたかった。あ、さやかのさやか、うん、さやかのさやか。まあ、まあ、ミオチさんもミオやからね。ミオもかわいいな。ミオ、十期生にもミオちゃんがいますね。あ、ミカナさんもかわいい。ミカナさん漢字もかわいい。で、漢字が綺麗。かわいい。多分本人がお綺麗やからかな、漢字も綺麗に見えてくるねんな。いや別に漢字は綺麗やろ、あの漢字が。あの漢字綺麗やな。どこで見ようが。確かに、あ、それはそう。見率高い、やっぱ可愛いからか、かな。そうね、ミー可愛いね。キュウキでミーが下の上に入ってるのはワッカユッカコヨリテンダ、あやみ、あ、ミソラ、エマナミ、アミ、アミ、ヨシミ、ヨシミは違うでしょ。あやねじゃん。ヨシミは名字じゃん。みでもよしみ、あや、よしみってさ、多分名字がよし、あ、違う違う、ニックネームがさ名字からか分からへんけど、よしみっていうイメージがある。まあ多分あやのよしみやからやるな。名前がよしみでも違和感なかったってこと。まあ、うん、
って自由字も望むっていう字も可愛いから、よしみの感じそれなんや、よいに美しい、よしみよしみよしみ、名字もよしみで名前もよしみ、めっちゃいい匂いすんねんけど。まだ玉ねぎ炒めてるだけ。マジ？怖っ。色は変えられない、アイデンティティ、アイデンティティやばい、かわいい、アイデンティティ、アイデンティティじゃなくてアイデンティティ、アイデンティティ、ちっちゃい E がないよ、望みかなう、いい名前ね。みひ、あ、確かみひなさんもかわいい、みひなさんもかわいいな、みひなもかわいいな、うん、他で聞いたことないけどかわいい、それはそう、もうしれっと名字やばい。みかにゃん初めて生で見た感想は、え、実在するんや、やったもういないものやと思ってたから、もう人間、同じ人間じゃないって。それじゃあこれ、え、このみかなさんっていう人物ほんまに実在するんやって思ったもん、マジでいい意味でね。うちの娘みゆきって言います。かわいい、かわいいね、みゆきもいいな、ゆうみゆき、あ、かわいい、ミルキーやん、あ、ほんまや、確かにゆうみさんもかわいい、ゆうみもかわいい、ミッキーミニーもミッキーもかわいいね、そうね、のぞみ、ひかり、こだま、みずほ、さくら、もしかして新幹線言ってる？え、もしさ、うん、あやみが男やったらどんな名前になってた？しゅうや、しゅうや、うん、おもろ、なんで伸ばしたかった。あ、しゅうやってこと？うん、あーで、奇変に冬っていう感じ、あ、ひいらぎ使いたかった、あ、 おんねんな、めっちゃ似たような名前の子がクラスに。いやでも、いや、微妙、シューコーターとか、こう、あー、伸ばし棒ね、うん、伸ばし棒、ううが、うを言いたかったってこと、うん、だから、うーん、リュウトとか、リュウトとか、でもリュウトはでもちょっとやんちゃやから。シューちゃんって呼ばれてただろうに。シューちゃん、うん、そう、トーヤ、トーマ、トーヤ、トーヤ、トーマ、トーヤ、トーマ、トーカもよかったな、うんうんうん、キーニノールって書くやつ、キーノ、あー、トーマーとか、なるほど、やっぱウー率高いんかな、男の結構、確かに学校でも多いかも、ショート、あ、ショートもやん、ショートはすごい、とどろきすぎた、お、女ですからね、私は、あやみは豆腐やばい、ジョ豆腐はそうやけど、豆腐かわいいな、ジョージジョージジョージ風馬とか、しゅうや一文字違いで本もよ、本名を呼ばれたかと思って焦った、よもくん、え、そうなん、よもくんってよもくんじゃない、いや、よも
ヨモくんはヨモくんじゃではないでしょう。竹田ヨモとかじゃないん。竹田なんで竹田なん。適当今思い浮かんだが竹田。あ確かにユーリさんとかユーリさんとか。醤油ウーカウーカさんユウカってことね。あショウショウタそれはそれは相沢すぎるな感じが。翔太翔太はあり感じがでもその感じはさすがに相沢すぎた。ソース美味しいね。メロメロビームメロメロメロじゃなかった。スーもなんかみんなが伸ばし棒のあるものをどんどん書いてってる。でもスーモはでもウーじゃないからな。え、スーウーやん。あ、まあそう。え、あ、幼児。え？幼児。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 なんかな。あとはナユタくんっていうのもつけたかったな。ナユタ？ナユタ？ナユタくん。単位可愛くない。え、漢字もその単位のナユタ？な、那覇のなに、うん、いや、わかん、うん、でもかんナユタのナユタ理由の言うに多い。うん、ジュースナユタくんが自分のことナユっていうのめっちゃ可愛い。あ、それはそうかも。あ、ジョーさん、クマさんありがとうございます。ナユナ、ナユナなゆくん、なゆくん、なゆな。あれ、なゆさんっておらんかった。なゆさん、なるさんじゃん。なるさん、違う違う違う、わかにゃん推しの。あ、おるおるおる。そうやんな、うん、勝手にこんなとこで勝手に名前今おらんけど、多分れーにゃれーにゃれーにゃー、かわいいね。ちょっとずれる。よし。ピーチ、桃屋。これは何をしてるんですか。それはそう。なんか伸ばし棒大喜利が始まりました。弟おったら笹音やん。ささやく弟。やばい。笹音。麦に改名しようかな。なんて麦が麦ゴーマ、マーメボーズフェジニャーナササオトかわいいな。ササオトかわいい。ササオトってでもママの弟やん。え、ささやく弟やから。ささやかへんやろ弟なんてもうは。いや、わからん、年齢によってささやくかもよ。弟はそうがうるさいって決まってんねん。なんでやねん、偏見がすぎる。弟の人に聞いてみ。弟うるさかったですか。弟うるさいですか。たまには静かな弟もおるやろうけど、うん、お姉ちゃん、ねえねえ姉ちゃん、ねえねえお姉ちゃんって囁くかも。確かにあやみが配信してること気づかずに。なんて呼ばす弟おったら。年齢によるな。近かったら普通にあやみって呼ばせるかも。そうなんや。あやみでもいいな。あやみでもいいって思う。あやみねえねえ。ちょっと無理。なんでねえねえって呼ばれ、うん、可愛いと思うけど、いざ自分が呼ばれるとお姉ちゃんがいいな。お姉ちゃんって呼ばれたい。姉ちゃんがいい。か姉ちゃんでもいいけど。あやみって呼ばれたい。あやみでもいい。あ、姉貴やばい。姉貴。姉貴。ねえねってだってさ、いざ大きくなって。いざ大きくなって自分らが大人になった時にお姉ちゃんの方がまだいいなって思う。思春期に一回呼んでくれへんかなもんな。
え、それはそう、それだねえねえって思春期に呼ばれたらちょっとびっくりするわ。妹しかいない。妹可愛いですか？どうですとか。何歳？あやみちゃんは13です。弟静か、え、弟静かですやって。え、浩平、浩平さんの弟は静からしい。誰？浩平さん。あ、そうなんや。この年齢さあったらあやみちゃんベロベロに甘やかしてるし。確かに、いや近い、年近い弟おもろそう。おも、面白い年近い弟が。一緒に漫画とか読みそうやな。え、それだそう。あやみがアニメとか好きやから一緒の趣味を持ちたい。自分は弟ですが物静かな子やって言われてました。ほーあれ、あれ、そば、そばうるさいんじゃなかったっけ。ママ調べでは弟はうるさいって思ってんねん。笹岡さんは出産の痛み与えられましたか。うーん、まあ、耐えるしかないもんだって。あんな、それはそう、もうしゃあないもん。今どうにもならへんから途中から諦めてた、うん、それは痛いとか言ったら無駄や、うん、もう運命やって。子供産む、もう耐えるしかないと耐えてた。我が家はみんな名前呼びでした。あ、へえ、あれ兄弟。配信中弟にちょっとうるさいよって言ってるメンバーおる。そう、そういうのいいな。弟ってか妹でもええけど、でも弟の方がさ、なんか男の子の方がアニメとか漫画にハマるイメージあるからさ、まあ妹でも一緒にハマらせるけど。え、まだこ、まだ丸めてないハンバーグ。うん、美しいじゃなくてミノルになったのは何か理由があるのかな。美しい、美しいは荷が重いかなと思って。ちょっとさ、ミノルに美しいはさ、もう確かにな、相当可愛くないと。いや、可愛くなくてもいいねんけど、じゃあ可愛いねんけど、ちょっと待って、語弊がある。難しい。むずい、むずい。姉しかいない。へえ。あ、なんか伸ばし棒銀とこまで戻っちゃった。妹怖い。妹怖いん？確かに、お兄ちゃんって結構パシられてるイメージあるかも。お兄ちゃんと妹やったら、結構これ買ってきてとかやってるイメージある。あの、妹とは仲いいですね、服描いたりしてた。そういうのがさ、いいよな。お姉ちゃん妹やったら服の貸し借りできるやん。まあ、でもレオちゃんあれやの、お兄ちゃんに借りてたの。ねえねえねえってば。話聞いてよ、こんな。確かにねえねえって呼んだらいろいろ混乱しそう。どうやってか妹と会ってない。たまには会ってあげてね。兄弟ってそういうのあるよな。うん、弟は上の兄弟の悪いとこ見て育つので賢いかもです。 あ、ずる賢い。あ、そういうことは、悪いとこ見て、あ、ダメやなってなって、これ怒られる、あ、あかん、これママ怒る、あかんってなる。親戚、あ、兄弟姉妹も親戚のおじさんたちも、ないないちゃん何が来るんですか。あやみでもあれや、親戚のお姉ちゃんたちはないない姉ちゃんって呼んでたわ。呼んでたわじゃない、呼んでるわ。ないない姉ちゃんの、うん、弥生さんに弟がいるの未だに信じられない。弥生さんはお姉ちゃんいるイメージもあるし、妹もいそう。なんかね、弟がおるんやね。いいですね、弥生さんみたいなお姉ちゃん、いいな。結果見ても戦えてるやん。でもまあミノル、でも、あ、もしアミが美しいやったら、うん、何、何が彩り、彩り美しいだい、うん、
身を避けるのは名付けあるあるですよ、ね、ああそうやっぱ美しい避けがちなんや。そうやな、分かるやんな、気持ち分かってくれるやんな。別にその今美しいって名前がついてる人がどうとかじゃなくて、うん、姉怖い、姉怖い。やっぱ弟お兄ちゃんっていっぱい知られるんかな。いた、だいぶ先だけど、あやみちゃんに娘ができたら何と名付けますか。あやみは子供生まれたら女の子の名前でも男の子の名前でもどっちでもしっくりくる名前をつけたいって思ってて。あ、それいいよな、うん、なんか今の、まあ、今の時代やしな、なんかどっちにも変えれるみたいな、うん、あやみはちょっともう積んでんな。あやみは多分大丈夫やで。ごめんけど、あやみとしてる。あやみでも大丈夫やで。大丈夫なんや。あやみ大丈夫やと思う、今のところ。今のところ違和感を感じたことはない。そういうのっていつからなの。まあちょっとこういう話はちょっとセンシティブやからやめとこう。でも結構あやみたちの世代ってもう結構小学校の時からそういう学習をするんですよ。まあいわゆるアルファ世代っていうやつ。何アルファ世代。そう、2010年以降に生まれた子たちはアルファ世代っていうねんて。へえ、 Z でもないんや。そう、 Z のあと、 Z の次、アルファ世代の特徴がそういう何やろ、まあ、結構社会的なことを思う、小学校のうちから習ったり、 SNS じゃないな、インターネット、学習にインターネットが使われるのが当たり前やったりするねんて。だからもう今さ、あやみたちもパソコンあるけど、まあ、そういうのも結構配られてたりするのも、そう、当たり前みたいな感じ。学習と、学習にインターネットを使うの当たり前みたいな感じ。アイピも妹ちゃんから書いてた気がするね。アイクさんってめちゃくちゃ妹愛してるよね、うん、いいよね、その兄弟、そのそこの姉妹好きです。私兄と妹がいたが僕だけ寝てなかったのであなたは川から拾ってきたのよと言われてた。悲しすぎ。大人になってから妹と仲良くなった。それは結構あるあるかもね、結構聞く。仲いいけど大きくなって仲良くまたなったみたいな。兄ちゃんはな、妹が悪くても怒られるんだよ。いいよな、やっぱ兄弟ってそういうさ、理不尽を耐え抜いて育ってるからさ、うん、やっぱ兄弟おる人って、うん、なんかいいなって思う。まあ一人っ子は何しても自分しか悪くないから自分しだけ怒られんねんけどね。理不尽を耐え抜くという力が備わってる。それはそう。え、じゃああやみが弟おったらあやみが怒られる側ってことか。そうです。お姉ちゃんやから美穂になる行動しいや。いや、それちょっと辛いな。あやみばあばんち行くわ。もういい、もういいって言ってどっか行くかも。名前4文字だから家族からは短縮され、ヒロとしか呼ばれない。あ、だからヒロなんや。妹おるけどそんな理想通りちゃう。まあやっぱ家庭によって違うよね。そらそう。ひみこ、やっぱひみこは女やな、とがやな。あ、そう、葵とか。葵ちゃん、葵ちゃん、葵くんもいけるやん。ああ、いいな。ゆ、優しいって書いてゆうとかでもいいし。あ、ゆういいな。うん、こう、じゃあ公平は無理か。公平はこうとかできるじゃん。ああ、こうね。まこともどっちもいけるね。よしみ。あ、確かにみずきも結構、まあ、いけそう。かえでとか時代だね。しゅう、あ、しゅういけるね。ヒイラギに書いた、シュウ、ヒイラギって書いてシュウね。シュウいいな。うん、え、シュウさんいたもんね。うまいな。なんかシュウに会う前からシュウっていう感じで憧れてたけど、うん、シュウと一緒やな。うん、そう、なんか多様性系の授業を結構やってた頻繁に。総合とかの授業はほとんどそれやったもん。ジェンダー同好とか、あとは
福祉のことも結構やってるな、中学校になってから。お前あやみのお姉ちゃんのごまちゃんが怒られちゃう。ごまちゃんの方がお姉ちゃんっていうね。ごまがお姉ちゃんなん。人間の年齢で言うとまだ1歳やね。でも人間やと19歳だよ。嘘、20歳、20歳とかそこら辺。うちの親はお姉ちゃんなんだからお兄ちゃんなんだからとは言わないようにしてたって言ってました。もういい親ですね。大事やんなそれ、うん、だって好きでお姉ちゃんに呼ばれたわけじゃないからな。それはそう。ケイ、あ、橋の下で拾われ警察に届けたらライオンの餌にしましょうと言われて引き取ったんだと親に言われました。ライオンで、ライオンの餌にしましょうっていうことを入れることによって嘘っていうのを。インスタで年の差兄弟動画めっちゃ出てくる。確かに年の差兄弟な。え、14歳差って年の差？うん、わあ、そうか。ケイトも、あ、ケイトもいけるね。ケイトだ、ケイトさんメンバーにおるし、ケイトっていう男の子知ってるもん、ね、ケイト可愛いな。ケイトって男の子もおるな。おるおる。青い週読まれへん。これもいいな。ちはや、ちはや、ちはやくな。兄と同じ部活に入ったら兄がサボった時にかなり気まずい。そりゃそうだって絶対聞かれるやん。え、お兄ちゃんはみたいな感じで先生に絶対聞かれる。バレバレやな。うん、なんか別の一品できちゃった。なんで？橋の下で拾った大阪の親の脅し文句の定番。あ、言われたことないねんけど。なんで？橋の下で拾ってんで。だって似てるもん顔が。パパとママとも一部も似てるし。言ったことないなそれは。言われたことない。それはそう。大阪ではないけどうちも言われてました。へえ、やっぱ言われる。いい子は拾った言われへんねん。そうなんや。今日うちはカレーいいね。愛のある名言ありがとうございます。うんだもん。だってうんだもん。うんだもんな、うん、今何9月か。9月。ちはる女子優先。ちなつ、ちかかな、ちなつかな、どっちでもいけるな。ちやき、ちふゆ、ちふゆは通り目でしかない。でもちふゆってどっちでもいけるそうやな。ちふゆいいな。うん、通り部やけど男の子でも女の子でもいけそう。よくさ子供ってこの鳥で運ばれてくるって言うやんか、うん、あれって赤ちゃんが運ばれてくるの、それとも生命が運ばれてくるの？どういうこと？赤ちゃん本体やろ。赤ちゃん本体なんや。生命が、コウノトリが生命をお母さんのお腹に届けに行くんじゃないんや。じゃあ、へえ。袋に入れて赤ちゃんを運んでくる。なんでそんな話ができたん？ドラマ？なんでやんな。
千尋もいけ、確かに千尋っていう男の人漫画で見たことあるで、あやみ漫画やけど。今はアマゾンで運ばれてくるって言われるらしいよ。なんで？確かに、あ、くちばしでカゴ運んでるイメージ、それやわ。この鳥今見たことないわ、生で。ユリカゴか。なんか袋のイメージやわ。え、じゃ、服、なんか、バケット？バケットはパンか。その、なんか黄色。バスケット。あ、バスケットはパンや。何？バスケット？そう、カゴや。バスケットの中に木のあの茶色いバスケットの中に白い袋に包まれた赤ちゃんが運んでくるイメージ。そんなんで運んでくれたらいいのに。置き配してできるんかな。それこそほんまに拾ったやん。上司に昔千尋っておじいさんいたよ。あ、でも結構いるんやね。バケットがパンでバスケットがあれ。7時10分やね、あなた間に合わなく食べられなくなった。確かにあれ乗り心地良かったです。記憶あるタイプの人や。あれいいんや、乗りたいな。ちょっと酔いそう。カッチさんもありがとうございます。クマさん、あれ記憶はないけど一旦乗ってみたい。あゆみの覚えてる一番小さい時の記憶って何？誕生日プレゼントにプリンセスの子供用の包丁もらったやつ。え？包丁？うん、あれ何歳？4か5。えー？10歳前これやろ。あ、それ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 。まだあるっていう。ちっちゃ、かわいい。見て、ちょっと包丁映さられへんな、反射しそう。これ、これをもらったんよ。マジで赤、あの子供用やから4やな、多分全然切れへんっていう。今今ちょっと普通こんな包丁こんな持ち方して危ないけど全然大丈夫。あ、全然発射せえへんやん。あ、でも刃物やから4か4らしい。可愛くない？そう、さっき丸いやつこんなん。もうあれやん、バター塗るやつみたい。10年前の包丁とかやばいな。やばいな。え、可愛くない？確かにキャラ NG やが、これお前料理好きやったから、うん、え、トイストーリーっていつもらった？トイストーリーは2か3のクリスマス。クリスマスか。あ、トイストーリー、あ、でもトイストーリーはなんかあれ動画やな、多分動画見て覚えてるわ。あ、唯一切れるの豆腐かも。スーっては切れへんな、これ。お手伝い好きでいい子で可愛かったんや。またかこけ寄ってる。僕は先端恐怖症だから今でも使ってます。よかった、先端恐怖症の方でも大丈夫ですね、これ。お手伝いで。いや大丈夫、ここしか映ってない。なんか汚れ。ゴミが入ってると思う。これが多分最古の記憶かも、あやみの。ほんと切れない。切れへんやな。起きてリビング行ったらハッピーバースデーあって、でこれもらった。でも結構なんか何やろ、
明確な記憶っていうよりかは駒感覚でその漫画の駒みたいな感じで覚えてる。まだ丸めてない？うん、まだらしいです。え、ま、丸めてもいいかも。丸めよう。丸めたいよね、みんなもね。早く食べたいよね、ご飯。お腹空いてきたかもしれない。お腹空いたよ。あ、空気抜くのってあれやんな、めっちゃ叩きつけるんやんな、手にパッて。あ、ハンバーグ丸めたことないかも。それは嘘かも。 え、多分ない。もうそば味噌食べた。ええー、なー、美味しそう。そば飯？サバ味噌。サバ味噌か。多分な、最悪食べるのは配信終わってからでもいけそう。ちょ、お米やってよ、おばちゃん。お米ってどこと、どこと？トイレ。トイレ？忙しすぎ。どうしよう、どこで？今日はマジ絶対映られへんから。な。インボロボロじゃないから。よいしょ。じゃあどこでやろう。はできてるんや。うん。なんかマメちゃんがめっちゃこっち見てんで。の何よ。かぼちゃをバターで炒めた後どうしよう。明日が健康診断なので豆腐、夕食は豆腐サラダだけなんです。じゃあもう明日いっぱい食べましょう。セスベーさんたくさん。ああの表のクマさんありがとうございます。では蜂蜜にしてみようかな。蜂蜜？バターと蜂蜜。お水が好きな。その2も1位でもそれ関係ないやんな、あやみ。うん、バターの匂いがめっちゃいい匂い。あ、まめちゃん猫の手貸しに来てくれたんかな。うん、お米炊いて。猫の手しまってんで、こうやって。じゃあ手伝い気ないやん。しまってる。手貸す気ない。貸す気ないな。貸すと思わせてる。思わせぶりな態度取ってきてる、まめちゃんが。こっち近づいてきて、こっちじーっと見て。な、みんなやめたわ、こっちみんな。かわいい。なんか、コメント読んだらどう？え？コメント読んだらどう？
すいません、両手がキッチンペーパーで、ほい、あ、そうや、さっきもまた狙ってんじゃん、またおやつかな、うん、美味しかった。1個麦に食べられちゃったもんな。麦っていつもそう、人のご飯ばっかりとって、そう、今まで自分がずっともらってたから、自分だけがずっともらってたから、おまちゃんたち来る前は。ほっ、早く研いでくれないとご飯炊き上がらないよ、ご飯までに。あら、3号やから重いのか、ちょっと。いた。攻撃されちゃった。こういけない。ごまめのものは麦のもの、麦の一角をいかよ、麦だってさ、3人分のさ、ご飯ピンピンピンって入れてさ、うん、麦が自分の食べてさ、それ減ったらさ、うん、ごまと豆の奪いに行くから。そうやねん、お皿3つあんねんやのに、自分のなくなったら他のお皿のとこ食べに行って、怒ってるね、麦って言ってやめなさいって言って、ゆで豆が結構奪われてた。まゆちゃん気弱いから、今日ハンバーグやのにご飯、うん、肉豆腐出来上がってしまった。あら、え、肉豆腐、ああすき焼きみたいなやつ、ああ、あれあれ、お菓子、メインらしきものがいっぱいある。じゃあ牛肉半額やってん、美味しそうな。それはしゃあないな、美味しそう、柔らかそうな。はい、早く丸めてくださいよ。待ってください、ごめん、炊いてるんです。もういいかな、もう一回水入れてみて、ちょっと早くしてもらえます。重いです、ちょっと白いかも、まだ早炊きモードで炊きましょう。ちょっといっぱい水入れよう、一回で、お、絹笠1位やね。吸収させる速度を、豆腐ハンバーグもできそう。そう、豆腐ハンバーグを作りました、今日は作りました、ママが丸めるところまで。豆腐ハンバーグもあとちょっとなんです。ほら、これ丸めたらもう焼けるの。また空心菜買っちゃった。また空心菜あったから買った。また買ってんて。また空心菜買った。美味しかったな、あれ。美味しかったな、空心菜炒めたやつ。うん、ちょっと早くしてって、もう丸めていいって。そののんびり屋さんすぎる。群を抜くのんびり屋さんや。すごいわ、逆に。才能。これは褒めてほしいわ。お米落ちちゃった。すごいわ。丸めるのが一番大事なので、実質あやみちゃんが作りました。確かに、あやみが作ったわ。こんなに頑張ったの。
うわ、肉豆腐にうどんいいな、入れたいな。ほんまのんびりって言うね。ほんまのんびりやん。え、空心菜ってベランダで育つの？育てたい。どれを植えればいいんやろ。どこを植えるんやろ。葉っぱ、根っこやろ。根っこか。三丸。え、あっちの水だ。え、いつもこっちで炊いてた。こっちで炊いて。昨日もこっちで炊いちゃった。こっちで炊いて。うん、美味しいのに。あっちの方が美味しいの。じゃあもう一回ぐらい洗っとこう。もういいって、もう長なるから。一回洗ったら。じゃあもう焼いていい？いいよ。いいよじゃないんだよ。もう。もう早くして。あ、お米担当やから。違う。ママがハンバーグ担当って言った。ママが頼んだから。ちょっとここ下をこう、そろそろ、あっ、おもろ、もう細すぎる、行かせてください。はい、あっ、もう米なんて粒かと思ってた。これ今何、ハンバーグっては手袋した方がいいよね、うん、もう14歳にして覚えてほしい手際中高と。いや、まあまあまあ、手袋どこ、下、こっち、うん、奥かな、奥、あんねん、マスク、なんでそこなん、下って言ったやん、そういう下じゃない、オーマイガー、またもういいって、もうあやみのせいや、あんねん、こっち向けすぎ、はい、これだって、こっちにおってんもん、炊いて炊いて、お願いします、さっきまでこっちおったかしら、もうこ、あ、スープ引き止めて、料理は戦争やで、携帯取って、え、またもういい。今日はほんまに嫌やった。そういうこと言うからや、フラグや、フラグ、もう、あ、身が映ってない、今度、今日はほんまにブスやって、もう過去一、もう最悪、もう今日に限って、もう今日何も、今日のことは忘れて、お願い、どうやって丸めるの、どんくらいの大きさ、どんくらい、いつももっと可愛いから、今日のことは忘れて、うわ、いい匂い、なんかどう丸めばいいのか分からへん。パン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 って。あ、ちょっと、もうエプロン。あ、忘れてた。帽子。前髪なんか。それな。ちょっとこっち来て。もっと。え、映らん。あ、手映った。手。恐怖症やねん、もう今日は。え、うん、ここって、こんぐらいの大きさでいい？うん、これをパン叩くってことね、うん、なんかさ、手ちっちゃいからかわからへんけどさ、うん、このままどっか行っちゃいそう、その指の間すり抜けて、手袋が違う、ハンバーグが、ハンバーグがすり抜けてどっか行くの、このままキュッてどっか行っちゃいそう、あったんかい、何の意味もない、待って、
前髪が抑えられて目に入る。前髪どうする？お、かぶせて。ちょ、耳耳やって。なんでな、耳出とかなあかんの？うん、出とかなあかん。気持ち悪い。こっち、こっち向いて。アミは手袋をつけてるから何もできへんねん。ちょ、手袋が取れそうやな。もう隠れなくてもええんとちゃう。なんかひらめったくなってきてんけど。嬉しい。働いてきた女性はいつも美しいものですよって。優しい。こんな優しい人おる？ちょっとどうしよう。かと思った。今日はあゆみのお母ちゃんイラチやなって言われた。お腹空いてんねん。早くご飯食べたいねん。初見です。いつも大晦日に予約してますけど何か戦略ですか？やって、はい、説明を。決まってるんですよ、あの配信することが。だから一応入れてます。火つけようか。ちょっと一個にそんなかけてたらもう火くれてまう。火はくれてる。怖い。それないと大丈夫よ。ちっちゃうハンバーグが。手袋もどんどんずれてくるし。なんか飛ぶ。やんの。ここは水多いとか。豆腐が粗い。あ、もういいかな。うん、真ん中を。これでいい？うん、いい、何でもいい。これも置いて。最悪拾った。大丈夫、まだセーフ。ここはこの上はセーフ。あ、飛ぶ、ずれる。おー、でかっ。そして、うん、ちょっと周り片付けてね。手袋もいらないね、片付けようね。よし。おー、いけんの。じゃん。ひっくり返す気ある？どこ？かわいいハンバーグちゃんたちだけ映ってる。今ハンバーグすら映ってなかった今。いや、怖っ。ね、はい。くっついちゃダメだね。まだやな、これ。あと30分もあんねんけど、ご飯だけでもね。やばいな。さきちゃんが今度、笹岡さんのシャツ作って、先生やってる。だって片手しかないからちょっとむずいけど、頑張れ。おお。
バーグ。うん。おにぎり。頑張れ。怖いわ。ママが作ったのとあやみが作ったの。あ、あかん。あ、いけたいけた。うん。ちょっと待って、下手すぎるんだけど。ちょっとあれ画面も見ながらやってるから怖いねん。だから置けばいいやん、スマホ。でも映すんでしょ。置けるやん、確保されたら。ああ。よし。あと滑るこの子。焦げとるやん。ま、焦げた。まあでもいい感じの焦げ。ちょ、今片手やねんな。だからお箸使いたいけど。持ってくれ。こっちじゃないな。へっ。よし。まあどういう風に打っての時差的には。あー、おっ、ほら、オッケいい音。こんな感じです。今から下からあやみ打つ。あ、隠せばいいんや。はい、大丈夫です。こっち向いてるんでカメラ。でも今カメラが外向いたらね、ママが映っちゃうね。何やるんです。ちょ、髪の毛多いな、あやみ。長い。なるほど。ママがペチンペチンしたハンバーグは3万5千どんぐりやった。結構すんな。あやみのは3万どんぐりやった。オールドタイマーさんの初見さんがこんにちはって言われて。はい、こんにちは。あ、ワンコそばって言ったん。うん、こんにちは、ワンコそば。あと30分しかない。え、30分、無理だな。ご飯が炊けないです。どうしよう。ご飯は置いといてハンバーグを食べよう。マジで。ちょっとソース作れる。無理かも。あみちゃん帰ります。帰んの。あみちゃん帰るわ。我が家に、我が立ち位置に帰ります。ハンバーグ同じ繰り返しただけで終わってしまった。蓋もした、蓋もした。おいしそうやな。え、おいしそうやんな。うん、さすがあやみ、ママやな。この場合でもさ、焦げ目、焦げ感ちょっといい感じじゃない。無視された。無視や、偶然やんけ。今サラダがティファール使てんの。ティファール使てんねん。ただな、持ち手が足りひんから3つぐらい使いたいとき、どうしようどうしようって。ティファール、とても取れる。ティファール、ティファール、企業も商品名も言い過ぎな。気にせんような気持ちで。夢の国は言わんようにはしてる。キャラ見せろよ、さっき。言わんようにしてる。うん、レンコン何のために買ったの。レンコンさん。違う。にえ？人参さん？違う。何々さん？ごぼうさん。人参やな。
人参さんやな。人参さん、ごぼうさん。え？なんて？人参さんの時三生やで。え？ごぼうは？しいたけの後。あ、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん。かぼちゃうま。ね、すごいよ。あと4万ポイントで300万いく。やばい。すごい。300？ うん。皆さんありがとうございます。たくさん。チャンスの順番が来たな。今日ではいかんかなと思ってたけど、95を超えてからちょっとあれってなった。皆さんありがとうございます。ちょっと髪の毛溶きます。納豆食べる？今日食べない。え、今日そんなにあれなんですよ。ハンバーグ食べたら多分お腹いっぱいになっちゃう。お昼ご飯食べすぎてん今日。何？今日はいろ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 食べた。思い出したが、穴の開いてないレンコンってあるのでしょうか。確かにまだ穴開く前。ブロスさん、たくさん、クマさんありがとうございます。うわ、マヨネーズオイスターソースのレンコンにしよう。わあ、なんか曇ってんね、めっちゃ。おっと、マミさんが毎日いろいろってそういう意味じゃない。いろんなものがあったのよ。そう、なんか今日みたいにハンバーグとかじゃなくて、あ、今日じゃないわ、晩ご飯、今みたいにハンバーグじゃなくて、なんかいろんなもの食べた。今の熊タワーで行ったの。マジで？いや、お父さんありがとうございます。ヒョウ柄ね、10個も。レンコンもどきっていう穴の開いてないレンコンあるよ。レンコンもどきやのにレンコンなんや、不思議やな。押ししたかちょっとぼさっちゃった。なんかメインがいっぱいみたいな。ハンバーグとか鮭とかいっぱい食べた。いろいろいっぱいっていうか、いろいろ食べたな。いろんな種類のやつ食べた。何の、あ、レンコン切った音か。なんかバリーって言ったから、びっくりびっくり。ハンバーグソースって自作なの？うん、そう、自作のママが作ってくれてるやつをいつもつけて食べてます。そのビッグ丼みたいな。ビッグ丼みたいな、ビッグ丼みたいな美味しいやつ。見えて中途させていただきます。頑張ってね。ありがとうございます。うん、レンコン炊いたやつ美味しいよな。レンコン炊くの？レンコンソース？違う、レンコンは副菜みたいな感じです。レンコン炊くの？レンコン炊いたの食べたことないの？ないかも。なんでレンコン食べてるんですか？レンコンって何で食べてる？あ、そのレンコンとさ、人参の、人参サラダっぽいやつ、人参やったっけ、やつ。
食べてないかも。あやみ、あ煮物、あ煮物、煮物レンコン入ってる、うちで作る煮物。うん、けんちん汁とかに入ってる。けんちゃん、なんかあんまりできた、できた、うん、何で食べる？何でってどうだ？ご飯ないじゃん。ご飯ないな。うん。ハンバーグだけ味見して。ご飯食べたい。もっとあやみが作る予定やったのに。あ、そう、きんぴら、そう、レンコンのきんぴら。じゃあな、うちはきんぴらよく出ますね。あやみの長寿ギガまたさらに入れる。じゃあこの前、この前長寿ギガやな。あやみこれ何の話してるのか全然分からへん。何、何を信じたの、あやみは。ミシェルグッズの近くにローソン、いつローソン、いつできたっけ。でも最近よな、ローソン。何、麦ちゃん仕事終わった、お疲れ様です。長寿ギガ皿、長寿ギガ皿。あ、え、あやみんとこまだ300万突破してない。待って、なんで更新されたらするよ。更新されて、さ、さして、更新して。待って待って、300万いった。すごい、ありがとうございます。すご、え、すごありがとうございます。皆さんすごい。今何、イベント何日目、今日13、3日目、4日目か、4日で300万って、すごいね。ありがとうございます。皆さんすごい。これね、ここに入れたらいいか。300万もらえたら何しますか。何百万、300万、何する、何するやろ。とりあえず50万円好きなものに使いまくる、うん、で250万円は貯金かな、残り絶対貯金せえへん。いや、あやみ多分そんなにいっぱいもらったら貯金すると思う、さすがに。うん、の家とかもさ、車とかいろいろ将来的にいるものがあるんやないですか。家、うん、投資の方がいいの？そうやな、貯金するよりかは投資の方がいいな。投資って何？投資は、うん、株とか。あ、それってマイナスになることはないん？ある。あら、やめよう。え、でもあんまない？マイナスになることは。そればっかりは分からん。えちゃん、車の免許取るの？取りたいなと思ってる。だって車乗れた方が絶対便利やもん。便利？うん、でしょうね。車乗るの大好き。それで
金して。できたよ。できたって。のみちゃん若いから20万、20年経てば倍になる。600万？じゃあ250やからあれや、500だ。ハートみたいになってるハンバーグ。へえ、あやみのおかげや。俺のはやばい。はい、みんなにあげてハンバーグ。俺のはあとはご飯。あ、めっちゃご飯に見えた。これえ、これすごい。じゃーん。え、ほんまや、ハートみたい。見えるかな。いただきます。ちょっとかぼちゃに惹かれてる今めっちゃ。え、かぼちゃおいしい。かぼちゃかわいい。野菜を先に食べないとね。今日はかぼちゃと、うん、おいしそうやな。で、これお酢と、お酢が、これ味お酢です。サラダ。まや、かぼちゃや。こう、こうってことね。もうすぐハロウィンですね。ペイペイのポイントだけ投資してるけど、もう300円も分かったよ。うん、すごっ。お前300円ゲットしたら、笹尾カフェの資金にして。やっぱこれめ、え、なにバターと蜂蜜？うん、デザートやん。おいしい。マギかわいい。おいしい。ハンバーグもうまい。ハンバーグ味をかけてるこれ。うん、ハートじゃないな、こっち先行こう。ハンバーグもいただきます。あ、熱そう。ご飯あと10分。味ある？うん、ある。なんかかけた？うん、おいしい。おいしい。豆腐ハンバーグやばい。の天才。さすが、おいしいです。今日の求めてた口や。おいしい。オーバーウォッチ2、ヒロカコラボやるやん。トガちゃんおる。オーバーウォッチって何？時計？オーバーの時計。おいしい。料理上手で生まれてきてくれてありがとう、私。その子供でいてくれてありがとう、自分。あ、ゲームか。ゲームか。うん。自画自賛な親子。それはそうすぎる。え、あと6分やって。配信？やばいやん。うん、かぼちゃだけ食べちゃおう。全部。ハンバーグ止まらん。やばいな。多分ボードを持ってくる方が早い。早めは分かった。
持ってくる。みんな自分に感謝やで。あ、強く生きよう。強く生きてると思うよ。強く生きようぜ。みんな。これからも。ママとあゆみが味方やから絶対に。うん。ハッピーラブ&ピース。ハッピーラブ&ピース協会。協会が。味方についてるから。今日で26やんな。26やんな。誕生日見ます。うん、18時からです。一旦消した。えー、コノノンがあやみちゃんの家行きたいやって。来て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 、いっぱい笑おう。中二メンズ連れてきて。中二メンツ。中二回しよう。中二回しよう。あみも。この放送も YNN で放送しちゃおう。あ、勝手に。中二回。うん。まあ全員8時までやし、中二回でショールームでもいいけど。ということで読みます。 YNN さん聞いてる？よし、誕生日読みます。来ます。13位めいさん、ありがとうございます。12位でこまちびとさん、ありがとうございます。11位なんばら大好きマンさん、ありがとうございます。10位やすべさん、ありがとうございます。9位かっちさん、ありがとうございます。8位おやじさん、ありがとうございます。7位むーちゃさん、ありがとうございます。6位柳さん、ありがとうございます。5位ヨッシーさん、ありがとうございます。4位、ミカヤさん、ありがとうございます。3位ジョーさん、ありがとうございます。2位高間さん、ありがとうございます。そして1位はケンちゃんでした。ありがとうございます。ケンちゃん、ありがとう。ありがとう。予算てん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 、やばい。うまい。全員中2でも、あ、でもアミも呼ぶからね。アミタンさん、アミタンさんとあやみさん。おいしいレンコンのおかずも作ってしまった。うん、朝配信用にリオピ読んどこう。みんな寝てる中。おで、今日はケンちゃんでした。早く書かないと。待って、やばい。あと何分？4分。アバターどうしますか？これでいいんじゃん。これでいいんかな。か、今選んでるんかもしれん。これちょっと今のうちに。これで良さそうやな。変えましたよ。変えました。変えました。あと1分。あ、ほんまや、猫になってる。急げ急げ、あと1分。最悪書き切られへんかったらツイッターに載せていいか聞いとかな。載せていいですか？
はい、明日の配信は今日の1位はけんちゃんでした。ありがとうございます。そして明日の配信も6時半からです。よろしくお願いします。そして明日の12時までイベントシングルイベントの受付もしてるのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。